モデルのローラ、29、が、自身の公式、インスタグラムを更新。長く美しい足が眩しいミニスカート姿の写真を公開し、注目を集めている。ローラが話題の写真をアップしたのは14日。グリーンのニットにデニムにミニスカートを着用したかのお人形のような可愛らしさ。スカートからはタイツに包まれた長い足が伸びており、とりわけ膝元の長さは鮮やかなピンク色の口紅もよく似合っており、いつも以上にカラフルな印象も。写真には、ハッピーグリーンみんなはどんな位置にというメッセージが添えられており、コメント欄にはファンからの返信が続々とあった。ハッピーグリーン、にこやかな目の笑顔、二つのハート、緑色のハート、みんなはどんな一日だった、白い疑問符、関連記事。ローラの活動拠点はイタリアでのバスローブ姿に、天使との声もロケのオフショットと思われる写真は全部で6枚アップ。スワイプすると、チャメな表情で、ヘアメイク中の写真も。コメント欄には、ローラの美貌やカラフルなコーディネートを称える声とともに、自身の一日の様子を語った書き込みも。そんな、コメントの中には、ローラ本人からのレスがついているものもあり、ワンちゃんがそこら辺におしっこするから大変な1日でした、という書き込み対しては、いっぱいハグしてあげて、と犬の顔文字付きでさらに、へこんでいるという声には、大丈夫大丈夫、楽しい時が必ず来るから、と励ましを書き込み、ファンを喜ばせている。ファンからのコメントに丁寧に回答している行動は、まさに、ローラは、悲しい1日だったから返信が欲しいという趣旨の、リクエストにも、イエイと反応しており、涙を流す顔文字付きで喜んでいるファンの姿も、見られた。過去に調べ編集部では、全国10から60代の男女1721名を、対芸能人についての調査を実施。その結果、好きな芸能人と仲良くなりたいと思うと答えた人は、全体で 33.8% だ。13日にはゴージャスなドレス姿の写真を公開し、美しいボディラインが反響を呼んでいるローラ。ただ美しいだけでなく、気さくなキャラクターが滲み出ているローラの SNS は、ハッピーオーラに溢れておる。海外からも、数多くの、いいねが集まっている。合わせて読みたい。渡辺直美、10年前のいいとも少女隊写真に反響。721名、有効回答。